松岡玉城は日本の社会運動家、映画監督、南京大虐殺60カ年全国連絡会共同代表、南京事件の研究者として日中戦争における日本の戦争犯罪を訴える活動を行っている。大阪府に生まれ、大阪府松原市で小学校教師として歴史を教えていた。1988年から中国の南京に赴いており、 歴史教科書問題では、戦争犯罪について、日本人に正確な日本の歴史を教えるべきだと主張している。2002年、松岡編さんの証言集、南京戦、閉ざされた記憶を尋ねて元兵士102人の証言が、観光、ニュースステーションで、松岡著に関連して放送された。 南京事件の被害者宅や関係場所を訪れて数百人の中国人被害者や元日本軍人科会社をインタビューしたとする南京引き裂かれた記憶というドキュメンタリー映画を制作した。中国、香港、アメリカ、カナダなどで講演している。中国では日本の両親と呼ばれる。東中野修道と荒健一らの南京外虐殺否定派は 証言がすべて匿名やかなであり、第三者の検証ができないことや、証言の不自然なことなどを批判した。一方、本田勝一と小野賢治ら虐殺皇帝派も、これほど間違いの多い本も珍しいなどと批判した。不評第33連帯誌を編集した市川治兵は、私のところに聞き取りには来ませんでしたが、元気な二人の戦友に尋ねたら、二人にも来なかったと、 言っています。略確かに、予備役には悪いことをする人もいましたが、この本をざっと読んだところ、合刊などの話は、創作8割、本当2割でしょうと評した。さらに、102人の元兵士のうち59人が、不評第33連隊所属とされていますが、虚構と断言できます。我々は、共同部隊として出征し、 連帯感があるので、誰かがインタビューを受ければ、相互に連絡し合います。しかるに誰一人として、インタビューを受けたことを知りません。そもそも、三重県在住の参戦者は、調査が行われたとされる平成12年当時、30人、足らずしか存命しておらず、59人から聞けるわけがありませんと評した。テレビ朝日ニュースステーション2002年8月15日、 虐殺、六十可燃実行委、松岡代表、事実知り、向き合わねば8日、大阪で、証言集会、12日には、神戸で、大阪アーカイブと2012年12月9日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、日本的良心松系南京大、と変来、諸君平成14年11月号週刊金曜日、平成14年12月20日号、荒啓一、南京戦、 元兵士1 0 2人の証言の出たラメさ正論2002年11月号、富沢重信、南京陥落70年国民の集い史上最録参戦兵士が、語る、あの日の南京正論2008、3月号。ありがとうございます。